あ、むす、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、来たね。あ、どうぞ。僕の横、僕、いやいや、僕の、僕の横に、じゃあ娘さん。娘です。よろしいですか。あ、で、あ、椅子、椅子準備して。ちょっと。はい。遠近法ちょっと使って。はい。はい。はい。映ってますね。あ、お疲れ様です。すいません、こんなね、汚い声で申し訳ないです。本当、ありがとうございます。いいえ、とんでもありません。本当ね、今日はね、本当、ちゃんとやんないとと思っててですね、ありがたいです。はい、ちょっと、薬のアレルギーがあって。そうなんですね。そうそうそう。あ、案外デリケート。案外デリケート。そうなんですよ、あのね、合わない、なんか、類の薬があって、あ、で、今回もらった薬が全然問題なかったと思ってたんですけど、実は、成分が含まれてて。あ、なるほどですね。で、昨日の夜ですね、40.2度で病院に運ばれて、いや、もう本当にちょっともう、本当にお見えになるのかが、いやいやいや、でもやっぱほら、うちのトーナメントだったらね、断れるけどね、人は他社の方から依頼されてるわ、穴開けてたら、いやいや、本当、鮎とか、こう、ブログに書き込まれたくないんでね、お前はアユかとか書かれたくないんで、内富プロ、ありがとうございます。はい、内富プロです、はい、おかんと、はい、娘です。一応看板娘ということになっておりますが、あ、看板娘ですね。私一人じゃちょっと絵的に厳しいんで、若いのをちょっと連れてきました。15年ぐらい前はこんな感じだったんでしょ。30年、20年ぐらい前ですから。はい、上手にいけばこんな感じになってたはずなんですけどね、まあ、はい、ということは食べるお気をつけようね。食べる気をつけようね。はい、今日も本当素晴らしいトーナメントありがとうございます。いやいや、楽しんでいただけたら嬉しいです、ね、はい、ファンの皆さんも本当喜んでらっしゃるので、はい、どうも本当ありがとうございます。またぜひ次回できたらね、いいなと思ってます。あ、次回ですね。はい、そうですね。できれば盛大なるパチパチパチをよろしくお願いします。ありがとうございます。娘さんおいくつ？あ、高2です、ね。高2ね。え、でもうなんかこう先のこう見通しとかなんか立てて。うん。永久就職？の相手募集中ということで。いやいや、まだ若いんだ。期待。いつか。あ、来た、ありがとう。あ、パチパチありがとうございます。娘、ダーツします。お上手です。レーティング10ぐらい。そうです。今、まあまあまあ似て、そんな辺行ったり来たりですね。ちょっと頑張ってプロ目指そうよって言ってるんですけどね。親子プロやってみようよって。あ、いいね。夢はちょっとね、永久休職。休職あ、それいいな、永久休職。いいですね。いや、でもそのなんかね、ちょっとまだまだ夢をまだ最初に持って頑張ってほしいですね。そうですね。何するにして、はい、あ、本当に素敵な大会開催してありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にまたいつか楽しんでいただけるように頑張りたいですね、はい、ここは四国じゃございません。ここは中国地方、山口。山口です。よく言うんですよね、山口が四国と思ってる人、ね、そうなんですよ。この間山口って九州ですかって言われて、えって、あれ違います、山口は本州、えって言われて、あ、山口のちょっと知名度をね、頑張って上げていかないとと思います。しかも徳山ですかね。そうですね、ど真ん中、ちょうど今でも徳山って景気いいんじゃないですか。そう、どうなんですかね、もう闘争とか徳山が結構頑張ってますね。来てるみたいです。もうすごいことになる。山口に、ね、パスポートいりません。はい、ね、ここに書く人たちは好意を持ってね、こうひねったこと書いてるだけなので、でもなんか楽しい、いつも見ながら楽しかったので、こう いざ実際にここに立って自分たちのことが分かるとやっぱ嬉しいですね。全然本当に、ね、彼らは本当にね、こうちょっといろいろひねってね、ちょっとね、たまにすねてストレス発散の場所にしてる人もいますけど、まあまあ本質はね、そんなにね、ダーツ好きなんでここ見てるね。いいですね。はい、はい、いや本当にちょっとね、本当最後なんかね、本当、はい、素晴らしい大会、僕もね、うん、こんな感じでの放送は申し訳なかったですけど、ありがとうございます。まあ、いつか皆さん山口、日本です、山口いいとこ一度はおいで、いつかはですね。いや、僕ね、昨日の前夜祭をめちゃくちゃ楽しみしてます。もう楽しそうでしたね。手作りのね、料理、
山口の、はい、その北側のね、日本海側の海の幸とか埋まってくれるんですね。そうですね、そうですね、前回船盛りとかこう船盛りとかお客さんが切ってくれたんですね。よろしくお願いします。はい、ダーツ悪口が大好き山口です、はい、悪口は悪口ですけど、はい、あのいい悪口もあります。もうなんか、ね、ぜひ最後に、ね、じゃあ、はい、あの来年は難しい。そうで、まあ、次やるなら、ね、5周年ときたから7周年あたりにやるんならやるのかやるのかやるのかなっていうぐらいなちょっと計画をですね。来年、再来年、本当にありがとうございます。その時もぜひね、よければ協力させてください。はい、あの皆さん見ていただいてとても嬉しいです。はい、あの山口徳山クラブクラップクラップクラップです。クラップ、あ、クラップクラップ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。